はいはい、メリークリスマス、皆さんおはようございますね。こうなんか何ですか、どうですか、あのツリー、あのトナカイが目に浮かびますか。はい、沖縄で、ね、寒い冬がやってきましたね。今年も残すところ1週間ね、あるかないかという感じですが、12月の25日で、はい、始まりました。嘘のような本当の話ということで、話です。うわって驚くお話もあると思うんですけど、素敵なこうお話をお届けしたいなと思いながら、私は、はい、パーソナリティの土井秀人が今日もね30分間お届けしたいと思います。はい、素敵なゲスト、今週もねこのクリスマス2022年お届けしたいと思うんですが、お迎えしています。なんとね、この、FM 小座でもね、はいはい、毎週土曜日、14時から番組をね親子で、ショービンわらびんですね。わらびん、あ、そうだ、ごめん。はい、森田よしみさんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。はい、いつもの、ドクター水素ボトルの、北条政宗さんもおはようございます。はい、おはようございます。いやいや、もうこのね北条さんと、森田のね出会いも今日初めて、いきなりスタジオへっていうぐらいなんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の番組のねゲストの森田さんに、番組の内容も何も説明せず、とりあえずはいこっちですとねご案内してしまってるんですけども、はい、私もねそんなんで結構ねあのゲストで出させていただいたりね、大丈夫ですよね。全然 OK です。はい、大丈夫です。今さら一歩も引けません。はい、そんなわけで森田さんね、この間というか、あの福祉祭りでね、森さんのご活躍、それから以前からね、はいはい、沖縄、あの、まあ、いわゆるちょっとね旦那さんとはバイバイして、はいはい、そうですね、沖縄に戻ってこられて、はい、そうですね、もう 十何年ですか。もうもっとなりますね。はい、20年以上経ってます。ああ、はい、なります。なってます、なってます。僕あの不死家庭なもんですから、あの、うん、昔あのなんと小座のあのほら音一番ところのラジオ局とかね、うんうんうん、あの伊波さんとこのウルマとか、うん、はいはいはい、あそこの時はフッシードイっていうんでやってたんですけど。あ、そうなんですね。ボッシー、ボッシーですね。ボッシーです。で、そんな母子家庭の森田よしみさんがね、はい、うん、ご活躍としては僕は伺ってたのは、はい、あのね学生服のリユースやってらしてね、はい、あの沖縄って結構ね、ほらフリーマーケットとかね、はい、自分も大好きなんですけど、うん、リユース社会なところもありますよね。そうですね、うん、もうやっぱり今新品高いですから、うん、とりあえず安くでも全然 OK なんですよね。うちも息子中2のクワイ中、はい、全部、はい、あ、全部中古、あ、うん、全然威張ってどうするって感じですけど、全然全然 OK だと思います。本当に本当にそう、そうなんです、はいはい、うんうん、それはあれですか、こう地域で、うんうん、森田さんがされてるのはどんなような、はい、そうですね、私はもう、うん、沖縄市を中心としているので、うん、その周り中部地区なので、うん、沖縄市、うるま市、茶炭、嘉手納、読谷、宜野湾、もうその付近の、中学校高校の学生服を集めて安くで欲しいというご家庭に提供しているという、うん、はい、学生服リユースやってます。宜野湾って普天間とかも入ってます。普天間高校とかございます、うんうん、中学校はね欠かず中ぐらいはあるかな、うん、あ、ね、学校によって結構種類とかね違ったりもしますから、す、ね、皆さんその取り扱いというと、うん、森田さんの沖縄市のなんていうか、お店、というか実は今自宅でやってるんですよ、うんうんうん、なので、うん、自宅で皆さんは、はい、ウェルカムで、はい、もう試着に来ます。あ、ちなみになんて検索したりすると出てきます。あ、学生服リユースわらびんって多分出てくると思います。わらびんはひらがなで大丈夫、わらびんはあの笑うっていう感じにひらがなのびんで、はい、あーでしたでした、はい、そうか、ね、皆さん改めて、うん、学生服リユース、うん、わらびん、でもまずわらびんがねオリジナリティあふれてますから、うん、そうですね、出てきますよね、はい、うん、はい、そうするとね、はい、今の季節からするとやっぱりね来年の息子の例えば娘のあれねちっちゃくなっちゃってるしさ、だけど新品高いにねっていう時にちょっと気になった人はとりあえず電話ネットでね、はい、調べてから電話でね、すいませんラジオ聞いたんですけどって大事ですよね、これね。そうですね、今ちょうど時期的にすごくいい時期で、うん、実はまあ、年明けてね1月ぐらいに、うん、オリエンテーションがあるんですよ、中学生の新1年生の、うん、オリエンテーションの時に制服を購入してくださいって言われるので、
新1年生のお父さんお母さんはもうびっくりします、あの金額に。あ、そうですか。制服を買うときにやっぱ何万円って結局揃えないといけないので。嘘のような本当の話出ちゃう。そうそうそうなんですよ。嘘、うん、そうなんです。もう高い、だからもうね、ちなみに新品が、はい、新品なんですよ、はい、例えば10万円ぐらいすると、はいはい、あのわらびんさん1割とか2割ぐらいで、はい、なので皆さんびっくりしますよ、はい、だいたい学ランでも2万円しますけども、2000円から3500円ですからめちゃくちゃ安い、はい、もう利益を追求してないですから、今日よかったらはじめお呼びしてもちろん息子もね成長早いじゃないですか、ね、中高生ね皆さん。そうですそうです、あ、それは知らなかった。もう森さん何回も顔合わせてるのに全然言ってくれないんですもん。いやいやあのお互い商売機ないからみたいなね。そうそうそうなんです。そっか、うん、これは皆さん1割2割っていうとね本当に、じゃあ、 あの沖縄の方ほらあの、うん、兄弟がね、うん、多かったりもするから助かると思いますよ、はい、それでね森田さんがご商売っていうよりもそういったところでのねご縁が生まれて、うん、いろんなこうね口コミというかね、そうですね、みんなこう安くていいものがあったりすると助かりますよね、うん、学生服とか、うんうん、本当にそうなんです、なんかなんならあのスポーツのほら靴とかスパイクとかもやってほしいぐらい、うん、あ、それね最初ジャージとかブギーとかもやってたんですよ、うんうん、だけどやっぱマッチングが難しいしあの在庫置けないのでほら場所が、ね、場所が、ね、場所がもうそうなんです、言うのはすいませんか、そうそうそう大型店舗があるのに、そうそうそう場所なの、保管する場所があればやりますよ、土井さんどっかでやってくださいよ、ね、山本さんお願いしますみたいな、ね、だからこのスタジオのこっち側にあとスパイクなのです、そうなんです、だから制服今オンリーですね、どこどこねえ、でも皆さんあの非常にいいお話だと思います、うん、ぜひね、商品ねわらびんです、わらびんあいいちゃんと練習してわらびんよ、わらびん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 で検索してね、笑うという字ね、感じね、そうです、はい、はい、ありがとうございます、うん、そんなわけであの一つねちょっと CM 入る前にさっき、ね、はい、ちょっとお話したうそーというお話、さっきのねもちろん学生服もうそーというお値段でご提供してると思うんですが、はいはい、なんかどうですか人生を、うん、まだね、うんうん、振り返ってみると、そうですね、まあ嘘のような本当の話になるかわからないですけど、うん、結構皆さんから見られると私シングルマザーに見られないみたいで、うんうんうん、なのでこれが嘘のような本当の話なのかなって旦那さんいつもいると思っていらっしゃるみたいで皆さん、うんうん、ってシングルなんですかみたいな、あと何でしょうね、ねえ、うん、そうなんですよって、見えないみたいな、彼氏いますよって、いませんったら、いると思ってたみたいな感じですそれがはい、はい、そうなんですよ、ね、いや正直言いますね、はい、森田さんと出会った頃に、うんうん、やっぱりね綺麗な方だなっていう印象があったりすると、そうするとねもうあるじゃないですかこう出来上がったイメージ、ね、もう素敵な旦那さんがいてお子様が、まあ、ある程度大きくなられて、ね、ご自身で、ね、お好きなことを役に社会の役に立つことをしてるんだなみたいな、ね、そんな印象かと思いますけど、ありがとうございます、なのでもうウェルカムで募集中ですから、あ、はい、なるほど、ぜひよろしくお願いします、こういいお話ですね、こうやっぱり言っとかないとね、そうですね、そうですね、言っとかないと、はい、土井さんは彼女ができたんですかあ、土井さんもそうですよね、うっそー、本当ですよ ね、 さっきちょっとちらっと小耳にそうですよ、びっくりした、まさか放送でね、そしたらもうあの大胆発言、まああの私もびっくりしました、もういっぱいいますから土井さんは、いっぱいです、本当ね、ずっとやっぱねシングル、あの私は12年シングルファザーをしてきたんですが、あ、今でもシングルなんですけど、うんうん、ちょっとねあの素敵な方に会ったなっていうのは事実で、うん、本当にうぞー、おめでとうございます、あの CM いつ行くか分かんないけど、ちょっと一旦 CM 動揺が隠せない一旦 CM 参ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、
WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。えいね、皆さん、ヘイだって入ってったつもりがヘイだって、もうなんかね、動揺だから。そうか、そうか、クリスマスがジングルベイ、ジングルベイ、鈴鹿鳴る、はい、鳴ってるかな、皆さんの心の中に。ということで、無理やり持ってこうとしてますけども、嘘のような、本当の話、ね、2022年も、やっぱりこう、早いな、年取るとって思ってしまうんですけれども、皆さんはどうでしょうか、ね、はい、時刻は9時40分、もう回っちゃってるかな、うん、はい、そんなわけでね、今日も元気にお届けしております。クリスマスの日にね、私パーソナリティ土井秀人とわらびんのね、子供チラシもらいました、はい、子供応援団わらびん、ね、はい、団長と出てます森田芳美さんと、ドクター水素ボトルの北条さんお迎えしてますけれども、あ、いいですね、うん、あの地域にやっぱりね、なんだろう、なんか役に立ちたいかなみたいなところ森田さんあって、うんうん、そうですね、もうほら先ほどの話じゃないですけど、私あのシングルマザーなので、うん、やっぱりどうしても多いじゃないですか、沖縄 ね、なのでやっぱりその母子家庭っていうんですか、うん、同じ仲間の皆さんとか、まあ、子育て世帯の方みんなが、ね、楽しくね、やっぱり、うん、あの子育てができたらいいなっていうので、うん、少しでもお役に立てられたらなっていうことでは、まあ、学生服リユースと、まあ、ラジオもね、うん、あのいい経験思い出作りになればなって言って、あの親子でゲストさん募集中ですから、ぜひ土井さん、そうですね、そう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 、うん、土井さんも息子ちゃんと ね、はい、ぜひ新年、新年1月2月ぐらいいかがでしょうかね。あ、いいですね、ありがとうございますね、すっかり、うん、私もこちらに甘えて、あの森田さんの、うん、FM 小座でのね、毎週土曜日14時からのこれ生放送ですよね。そうです、生です ね、生放送に呼んでいただいてたのに、逆にちょっとバタバタしているうちに私が呼んでいじろうかなと思ってたらちょっと若干いじられて押されてる雰囲気なんですけどはい、そんだけで皆さんで、いやいや、皆さんにもね、うん、やっぱり嘘のような本当の話ってありますけど、うん、僕ね、森田さんね、お会いした頃に本当ね、あ、素晴らしいなと思ったのは、このリユースで、うん、ということを思って、うん、なんだろう、なんか本当にね、ご商売云々っていうよりも、あ、皆さん本当助かる、うん、僕自身もやっぱりね、あの父子家庭でなかなかね、いろんなとこ、ほら、いろんなとこでお金かかるじゃないですか。そうなんです、ましてうちね、シングルの、シングルなんで一人なんであれですけど、うんうん、そうですね、結構ね、うん、3人とか普通にいらっしゃるんですよ、沖縄。そうですよね、そりゃ大変です、普通ですよ、うん、うん、ね、本当本当大変だから、素晴らしい、ね、ご活躍をされてるなぁなんて思った。またちょうど新しいサービスも始まるんですよ、もう12月からかな、うんうん、もう、まあ、1月も本格的にですけど、うん、あの声解析っていうのをさせてもらうんですね。声、はい、声の解析で、声、ご本人の声を取って、その声の周波数で色と波形に出てくるんですね。その方の個性だったり特徴だったり潜在意識が分かるので、うん、それをできたらもう本当に親子の方々に、皆さん自分のとかお子さんとか、ほらやっぱり悩んでたりするじゃないですか、いろんな意味、うん、それが本人のほら自分の個性だったり内面が見れたらどんなにいいかっていうことで、うん、もうそれをサービス始めてます。それはラジオの番組の中でもってことですか。あ、まあ、もうわらびんとして、わらびんの中で、うん、あの、まあ、こういうちょっとした時間を、まあ、20分30分あのセッションして、あ、ちょっと面談みたいな、そう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 、セッションしながら見せて、見せられるので、お見せしてご本人にお伝えして、そしたら自分の知らない自分みたいな感じで、はいはい、ね、潜在意識ってなかなか見えないじゃないですか、はい、可視化して見えるんです。面白いです、面白いですね、面白いですよ、土井さん、ぜひまた面白いとは思ってましたけど、あ、あの面白いですよ、ね、この前紹介していただいたんですよ、あの、あ、体重だけじゃなくて、はい、なんていうか、とにかく全てね、この健康管理がこの時計でできちゃうみたいな、あ、そうです、ウェアラブルのウォッチも ね、ライフウォッチもそういうこともね、はい、やってらっしゃったり、だから僕、うん、森田さんにね、本当にもうその素敵な声波形でね、分かる、そうですね、占いっていうよりは本当に私も分かる気がするのが、うん、ほら結構個性のいいところって、ね、うんうん、ご本人で気づかなかったり、うん、そうなんです、周囲の人もね、なんとなく一緒にこんなに近くにいるのに、そうあった、なんこんなのいいとこあったのみたいなねありますそうみたいなことがあります、あります、こうちょっと発見できちゃうみたいな、そうなんです、外見で分かんないじゃないですか、声は嘘つけないので声の周波数で取っていくんですよ。
面白いですよ。これすごいすごい、はい、量子力学になってますので、いやいやちょっとね、興味ありますね。ぜひぜひ、ね、ぜひ。ありがとうございますね、森田さん。せっかくですから、ちょっといじろうと思うんですけど、はい、私たちもね、本当に。うん、あ、嘘みたいなことやってるって言うとあれですけどね。聞かせて聞きたい聞きたい。いや本当ね、それこそ外見ではわからない、うんうん、ちなみにどっかあります、すごく実はちょっと腰痛くてさ、みたいな。ああ、どっちかっていうと私この左肩 ここがよく凝りやすいですね。ここ多分スマホを持つじゃない、はいはい、持つ手がここなので、左手なので多分ここが凝るんじゃないかなと。うん、右じゃなくて左ですね。中身的にはあのな、中身って言ったら、うん、いわゆるこの体の中、あ、内臓、内臓系や内臓ね、あんまり意外と健康体かなっていう、中にはね、はい、うん、あのこれ失礼ない程度にというか、はいはい、距離感でお聞きするとね、うんうんうん、いや実はって言って、どういうことですか、すごい冷え症だったりとか。ああ、冷え症はありますよ。あります、うん、はいはい、冷え症、うん、あのちょっとあんまり言いたくないんだけどっていうところにはね、うん、我々ももちろん聞かないんですけど、はい、あの個人でね、はいはい、うん、何気ない会話の中で、うん、あ、ここが実はずっとね抱えててさ、お薬飲んでてさみたいなあるんですよ、うん、で我々は本当ね、そのドクサ水素ボトルね販売してっていうよりもね、はい、これ効き目がすごいっていう、すごかったねっていう人の声、うんうん、結構もらってましてね、うんうん、でゲストで来ていただいたりっていうので、うん、お伝えしてて、でも一回だから森田さんもね、そのあ肩こえ嘘、肩こりなくなっちゃったみたいなことがありえるんですよ、ね、今日残念、体験できなくて、全然これがね毎月のようにね、あ、そうなんですか、来てます、来てます、そうなんですね、あの説明会あちこちでやるので、もうぜひ来ていただいて吸ってもらって、そうなんですね、今の元々の指先の血流の状態を見て、吸った瞬間に血流がうわ早くなるのを見てもらうんですよ。ちょうどね12月の初めでしたけどね、はいはい、東京のビッグサイトっていうところで未病展っていうのをやってたんです、はい、でそこに私行ってきましてね、うん、で初日の日に来てくださったお父さんが、うん、この膝の痛みはなんとかならんのかって言われて、じゃあちょっと 2,30 分吸ってみてもらえますかねなんつって、で指先の血流見てたらブワーッと速くなったんで、あ、これひょっとしたらいけるかもしれないですねなんて話をしてたら、うん、翌朝一番にメールが飛んできて、はい、今日会場行くから用意しといてくれって言ってですね、なくなっちゃったって言うんですよ、すごい、足のしびれが、ほら沖縄ですとね、それこそ昨日はコンベンションセンターもあるじゃないですか、はいはい、展示棟みたいな、はい、ああいうところのもっとでかいね、本当にビッグサイト、うん、ビッグサイト、はい、うん、はいはい、そうそう、あ、ご存知ですよね、知ってます、うん、あそこね、そういったまあ健康部屋的なね、そうですね、だから、うん、うちのあのブースはいつも黒山の人だかりになるんですよ、でも取材者が必ず取材に来ます、あ、なるほど、ね、A4 ちょっとこんな気持ち小さいかぐらいの、というかまあほぼほぼね A4 サイズのモニターに、はい、こうあの顕微鏡みたいにさ、はいはい、あるじゃないですか、こう、ね、当てるこうスコープというかクッとこう指をね入れていただいて、はい、こう吸わない状態でまず血流を見るんです、はい、うん、で、はい、これをクッとこうね鼻に当てるだけなんですよ、鼻ちょっと大きくすることはないんですけど当てててから、うん、こうやって話してるじゃないですか、うん、ほんとね、これね、もうほんとね30秒どころかもうぐわーっとその血液が回り出すのを見ていただいて、要はいかにあれ普段ね血液回ってないかみたいなところがいろいろほら詰まりを実は起こしているじゃないですか、なるほどなるほど、でもそんな気づかないじゃないですか、うんうん、で大丈夫大丈夫とかって思ってる人がある日突然みたいなね、うん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 、こともあるのでね、そうですよね、僕はね本当に高齢化ね、うん、健康長寿社会においてこれはもうこんなにね、僕はあの保津さんもちろん一番なんですけど、うん、自分なんかでもこういいよねって言ってくれた人がもうお礼の LINE 別に、うん、これがどうしたあしたって一生懸命送ってくださるんですよ、ここもよくな、ね、あのいい方に向かったみたいになると、はい、なんかこう、うん、嬉しくなるので、多分そのね森田さんも嬉しくなると思う、うん、本当にそれはね、本当ね、そんなことをね、うん、まあ、そういう方が本当に多いんで、うん、このラジオ番組やろうかって話になったんですよ、なるほどね、それで嘘のような本当の話は
ってことになったんですけどね、はいはい、そうそうそう、うんうん、ね、きっかけだからもうほとんど同級生で僕東京行った時に、うんうん、やったのがきっかけなんですけど、うん、こんなっていう本当に嘘もんと思ったんです。自分もヘルニアやっててからさ、あ、うん、そうなんですね、行ったくて、はい、ジップラインやってたわけ、はい、サンマリーナで、はいはい、うん、で現場出るようになって、うん、マジかってから腰痛くなって、であと痛風ね、うん、おっさんなりがちな、うわ最悪の時にどうしてます、飲みましょうかってなって、ちょっと事務所行きますよ、何やってるかなって、久しぶりだったから、うん、でその時にこう吸いながら話聞いてたわけ、はい、もうその事務所の何壁にハックハック言ってましたっけ、 ね、 すごい有名な、ね、選手、いろいろアスリートの方とか、ね、写真で、ね、有名な大横綱とかね、はい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 、そういう方々がやっぱりね、うん、まあ、なんと勝っちゃうというかね、すごく役に立ってるから、ね、愛用になってるってことですね、うんうんうん、って思ったもんだから、あ、これはと思って、まあ、そこからねだいぶ経ってからなんですけど、FM みたいなさんでもね、僕ちょっと番組やってて、ホジさん来てもらった時に、沖縄来た時ね、結構ね反響があったんですよ。あ、なるほどね、問い合わせがあってから、あ、これじゃあね、ラジオでもね、うん、そうですね、うん、いいかもしれないなみたいな、うんうん、あ、それから発信を始めてるんですね。でね、あ、ちょっとお伝えをしなきゃいけないことがあって、うん、9月の11日に出ていただいた上野夏実ちゃん、はいはいはい、再生不良性貧血100万人に8人、うん、半分亡くなる病気なんですよ、ご病気になってしまった方、はい、で、はい、吸って1ヶ月吸ったら血液データが標準値に入ったっていうんで、もう驚きのラジオ放送になったんですけど、素晴らしい。それから2ヶ月ちょっと経ちましてね、うん、ご連絡いただいたら、はい、おかげさまで寛解いたしましたって、え、だからもう薬も飲まなくていいし、病院にも来なくていいって言われたって、いや素晴らしい、もう沖縄にぜひ来てねって今言ってるんですけど、ちょっとねどっかで1月か2月か分かんないですけど、うん、来てもらおうと思ってるんですよ、うん、そうそう、声、電話でね、声のゲストとしては出ていただいたんですよね、はい、なるほどね、もう偉い、本当本人が一番驚いてますけどいやそうでしょうね、びっくりさせられました。素晴らしい、まあ、そういうことがよく起こるんですよ、うん、水素って本当に嘘のような本当の愛さんです ね、はい、ね、本当にありがとうございます、うんね、うん、そういうことがね、やっぱりね、全員が全員とかね、聞くよっていう話ではないんですけど、やっぱり、うん、うわもう助かったね、うん、だって、うん、命のね問題関わる、そうね、健康第一ですから ね、うん、ね、そう本当にね、血流 ね、血流良くなるとやっぱりいろんな、うんうん、そうですよ ね、いいことがいっぱい起こってくるんで、そう、だから理論的にはね、そういった、うん、まあ、水素の勉強会というか、うん、体験会というかね、僕も何回もやっぱり出て、そういう本当に、まあ、鼻こいたりとかこう、ね、体が硬くなってしまってる人やら、いろんなやっぱり悩みや痛みを抱えた方々を目の前にして、ね、杖ついてきたおばあがさ、お忘れて帰るぐらいな、本当、ね、あったりするので、ぜひね、わらびんの、はい、ね、わらびんの、森田、ね、よしみさんも、ご案内して、ね、みんなでね、来てくださったらと思うんですよ。本当ね、そうそう、で今日も息子が怪我しちゃって骨粗鬆の手前だっていうからびっこ引いてあれで、したんですけど、もう今こう鼻に突っ込んできましたから、あ、じゃあもうバッチリですねめちゃくちゃ回復早いんで、ね、はいはい、そんなこんなでね、今日はねあっという間の30分、はい、嘘のような本当の話ね、お届けしましたけど、はい、皆さん沖縄市でね基本大活躍中のね、わらびん子ども応援団のね、森田よしみさんとね、今日もドクター水素ボトルの、北条正弘さんをお迎えしてお届けしましたが、はい、皆さん素敵なねクリスマスをお過ごしくださいね。はい、お二方ともどうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。良いお年をお迎えください。はい。